おお、リップはいいね。今ループしてた？ループしてた。この時間珍しいね。メイクしてるんで、この時間になりました。こうやってやるとね、ここにシワができちゃう。臆病な小さなディフェンスに。うちゃん、かわいい10個ありがとうございます。この時間は何配信だって。何配信とか何もないです。何配信でもない。 いつも最近ここになんかポツッとできてるの。ニキビでもないし。はあ、やっほー、明日は公演だよー。バイトの休憩中だって。バイトお疲れー。この後も頑張ってねー。ワイルドにメイクしてます。わかりますか？キラキラして半目で。ありますか？明日楽しみすぎていくらでも。イエーイ。初めて劇場ディフェンス見るってね。最近ディフェンス多いんだが、びっくりびっくり。なんかディフェンスないなと思ったら、ディフェンスなんかここになんかついてるさみたいに見えるけどさ、全然なんともなかった。ディフェンス練習しようっと。配信終わったら、腹話術してる。だってしてないよ。腹話術してないよ。キャンマチ多分入れないけど行く。だって入れるといいね。でも今日も 始めてくさ。笑ってる時に喋るのは生きるんだよね。でも口閉じるのは多分無理だよね。なんか口閉じるのは無理だよね。ちょっと口開けないとこういうところ。スナリングポイント、ドリーミーだけじゃない。ランランラン、未来の果実ないんじゃね。同じ歌われるのないよね。だってないんじゃねって感じだね。竹内先輩も上下も逆じゃないですか。そんなこんなとディフェンスで別に近くにいてもどうにもできないし、夕日も逆、
エイダンはちょっと記憶ない。エイダンは基本的にもう一人だし、ビンゴ、ビンゴ、ビンゴは逆、僕とも逆逆、全部逆ヤッホー、これ行けなさすぎて光るべてます。なんで竹内先輩逆じゃね。最初はね、あの入りはね回してるんだよ入りはね、でも最初だけチャ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 はいチャ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 とか、あの回してるんだけ。そこから私仲のいい友達も知らないので交差するから逆になります。電池何をする目合ったところでニコニコもできないしどうにもできないよねって。どこで見ればいいのよ千風呂、千風呂ですね。千風呂は間違いない、ユニットが千風呂だしね基本的に。待って、未来の果実ってどこにいんの。ああ待って、未来の果実の一サビだ、一サビだ、一サビ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 。セナタンどっち多い。だって、下手じゃなかったっけ、確か下手だった気がする。下手が多いらしいけど、どうなんですか。でも大体座れるのでは知ってるのだよ。千風呂が一番早く埋まることは知ってるのだよ。私も AKB ファンやってたのだよ。そう、ひまわりの時と逆だったよ。前回と同じじゃないか、交互なの今のところずっと交互なの。次はいつ出るかわかんない、次はどこか、どっちかわかんないけど交互なんです。前回はひまわりやったから、次はディフェンスです。何話そうとしたんだっけ。テレレテテレテレン、未来の果実ね、あれだよ、未来の果実のてててててててのところにさ、こうやって目を合わせるんだけど、あの振り付け的にはユーリさんミーヨンさんユーリさんミーヨンさんっていう振りなんだけど、まあそのお二人が初日のね、初日に出た人たちはもうそういう顔の向きって決まってるけど、そのそれ以降はそう共有はしてないから、全メンバーに。だからなんか変えてる人いるかもしれないけど、基本的にはそういう振り付けです。そこだけですね。挟まれてないよ。なんだっけ、私明日だったら私ゆうりさんくるちゃんみよんさん、なんだろう、台形になってるのよ。一サビが真ん中で、あのゼロがゼロゼロがあって、ゆうりさんくるちゃん私みもさんってなって、まあでも大体目合わないんだけどね、こっちの人とは。はあさんなんだけど、いつも初日はね。そう、うん、そこだけだね。そこだけでした。感想、くしらは最
大急足元のプライドが揺れて全て失いそうさ。それでも止められない。裏木下手じゃない私全部下手のさイメージあるんだけど違うの。キョンがビンゴの振り弓を引く動きって最近知ったみたいなんやけど、そのたうん知ってたよ。だって弓以外何あれめっちゃ弓の動きしてるやん。弓って説明受けてないけど、あこれ弓だろうなって勝手になんか弓みたいと思ってただけなんだけど、知ってたか知らなかったかって言われたらそういう答えです。弓っぽいなって。ドラケット神手だっけ私。いや1曲目はね下手で始まるんだよね。特に19生誕祭の可能性。何それ、誰が生誕なの、誰。確かに衝撃的か。確かに夢じゃん夢の形してるって。ナーミンさん、サッキーさん、あーナーミンさんはわかんないけど、サッキーさんは僕隊でやると思うんだ、やるとしたら。だし多分もうお稽古が始まると思うので公演には出られないと思います。サッキーさんはねもうね公演には出られないし、まあそもそもあばら折れてるし。サッキーさんはでも多分あれですよ、出ないと思うんだよね。まあ、出たとしても生誕やんないはず、わかんないけどねまあ私本人じゃないからわかんない、予想ですいつ聞いてもパワーワード笑われてる。でも今日肌出てるけどね、大丈夫なのかな。でもね治ってきたって言ってたの、だから大丈夫なんだろうけど。暴られてるから生誕やらない、そういうことじゃないよ。多分僕隊で生誕やると思うんだよ。まあ予想だけど。だしもう多分お稽古がそろそろ始まるだろうなので、はい、出ないと思います。私そんな状態での波動参戦、いやでも今日出なかったら多分もう舞台とかあるから出れないじゃない、だからじゃない。やっぱりさ、そうなんかね、そう今までずっとそう舞台一つ終わったらまた次の舞台ってずっとあったけど、そうなんか前回の舞台と次の舞台の期間がちょっと空いてて、
そうだから公演いっぱい出れるって言ってて、そうひなたといっぱい出るって言ってくれてたけど1日しか出れませんでした。やば、明日の公演行きます、待ってます、待ってます、待ってます。セラタンと早くドラゲーセラタンでヒカルン見たいだってね。ヒカルンさんがお帰りなさいでしたね。楽しみだな、一緒に出るの。いつ一緒に出れるんだろう。新曲のお話し会、またセラタンに会いに行きますね。だって待ってます。そうだよ、ドルアス一緒に出たいんだよ。でもそもそもドルアスが、ドル、ドル、ドルアス誰ドルアキが一緒なかった。どこのポジだろうね、どこのポジでしょうか。どこのポジでしょうか。私は知っています。もうね、あの初日前にもうバーンって全員のポジション表が遅れてきたから、もうとりあえずはそこでみんな初日を迎えている。どこでしょうか。私は何も言えません。やっほー、わーきーね、唇カッサカサやな。デモクエラのセリフって毎回リハと違うこと、リハと同じだよ。リハと同じだし、リハで言わない。私本番まで考えますっていつも言ってる。うん、思いつかないんだよね最近。セナタン口が硬くなった。いや、人のことに関してはさ意味わかんないじゃん、私が言ったら。でも自分のことだったらポジション、まあまあ多分みたいな、なんか正、あのなんていうの、正解に導く言い方で、あの答えをねバッとは言わないけど、ヒントを出しまくって正解がわかるようにしたりとかはしがちだけど、別に人のねことに関して昔から何も言わないですよ。そう、まあ、予想で言ってもね、聞いたことしか言わないよ。なんだかんだ最近村山さんのやつが詳しくない。意外。そうなの。英語やるのみんな好きになっちゃうみたいな使い方だった。クロちゃんがちょっと考えてくれて、そこに付け足してそれ言った。誇張した。セラタン自分のポジは意外とさらってちゃう。うん、だってみんなが知りたいって言うから。じゃあ17か19のドラキセラタンどっちか出ます。だって知らないです。ドラキはまだ両方ともメンバーに連絡来てません。B の LINE にメンバー来てないです。 B カットだって。波動？誰と誰と誰と誰が戦って勝ったの？え、すごいじゃん。待って、今日弱そうだなと思ってたのに。今日弱そうだって思ったんだけど。 B って決勝までは進むんだよね、ちょっと前からずっと。でも2位止まりなんだよね、いつも。いつも2位止まりなんだよ。え、誰と誰と誰と誰が戦ったの？
渚さんと南さんが B でしょ。違う、相手が気になる。ああチーム4か。ああなんかいい勝負そう。A 対 B でしょうね。いや A は強いだろ。奈々さんいたら強いだろ。奈々さん強いだろ。サッキーさん大丈夫かな。サッキーさん大丈夫かなってか絶対。いや、ナナさんはナナさんいたら勝てないよね。なんかさ、割と私が出た日の日は割と意外となんか分かんないかもってなってたかもしれないけど、いやなんかもうナナさんいたら、いやええやん勝つのって思ってしまうのは私だけかしら。なぎささん2回目だからね。おお、よかった。それはよかったよかった。でも絶対さっきさんね弱いと思うんだ、知らんけど。まあでもななさんは多分もうすぐなんだろう、すぐなんかなんだろう、パラメーターが高くなるだろうから、パラメーターには勝てない。さすがにどんだけさ、なんだろう、どんだけ動体視力良くてさ、どんだけすばしっこくてもパラメーターには勝てん、何をどうしても。でもさ、総合的にね考えたら B 最下位なの今。なんでだと思う。今最下位だった。あ、でも前回方が優勝してたからか。私雑魚ですね、書いてた。面白い。でもさ、それで上手かったらさ、もっと面白いね。みんなもぜひチーム B に投票してください。なんかこっちの方が目大きく見えない。こうやってやるとさ、目がちっちゃく見えそう。バイト戻るね、だって頑張ってね。前髪、そう前髪伸びたんだよ。生きたセミが服の中に入られて、やば、無理すぎる。
何 MVP って、 MVP なんじゃなくない？何の話、何の話ですか。そろそろ切るなんて、うん、切んない。ハーフツインするとハーフツインする気満々なんだけど、ハーフツインすると前髪上がるから。でも明日は、明日の昼公演は多分ね、本当に片耳かけのストレートかも。すまんすまん、夜は巻きたいぞ。まだわかんないけど、そう、夜ハウスインかも。だからやるとしたら何やるか分かんないけどね。今何分ですか。どんな髪型でも似合う。え？本当？私的にはもうだいぶ絞られてきちゃったんだけど。19時半。じゃあそろそろですね。あと5分ぐらいで終わりにします。ポニー系がいっちゃん似合うって。それは好みやん、絶対。でも私はもうサイドポニーが一番好き。なんかポニーだと、なんかサイドポニーはさ、横に出てくれるからいいんだけど。なんかね、ポニーだとさ、真正面から見た時に何もないじゃないですか。そうすると多分ね、あんまり似合わないなってことに気がついて、最近。だからやるならサイドにずらしちゃう。ポニー。この後練習すると思う。練習すると思う。やる気が出てきたら。うん、なんで言われたし、なんでだ。ハウスインで目線そらしてる写真ロック画面にしてる。だって嬉しい。ロック画面マジ嬉しい。ロック画面が一番魅力ない？だってさ、スマホ閉じてさ、今何時だろうと思った時にさ、電源つけたりするじゃん、時間見るためだけに。とかさ、今日はセナとの配信見たから安心して眠ります。よかった。今日仕事の同期にセナタのこと見せたら、あたふたしてた、かわいいってなってた。嬉しい嬉しい。開くたびかわいすぎてキュンしてる。キュン。これ気になる。
だだだいで隠し撮りされたってきっとさわけないやわちゃわでしょ愛さるより愛したいな。スナリンゴ6がイエーイ。無意識にパンパンしたヤッホー、こんばんは、こそばんそうこ、そう、リンゴヘアも好きなの、リンゴヘア、そう好きなの。やっぱり私ね、鉢が張ってる横がねあるから、リンゴヘアってさ、縦にさこうやってなるじゃないですか。だから縦に高さが出る髪型が好きで、なんかあんまりないのよそういうの。そうで、なんか編み込みカチューシャは高さも出るけど横も出るわけよ。全体的にボコボコってなるから、こういう頭の周りが。そうだから横もボコってしちゃって意味ないくて。そうなの。だから高さが出る髪型が多分私好きなの。サイドポニーとかもそうだし。そう。お団子やったことないけど。お団子はちょっとやる勇気が出ない。なんかここまつげないみたいに見えるんだけど、ねえお団子普通に描いてよ。お寿司食べたーい。リングや右と左で あんまりこだわりないです。高さ出ればいい、何でもいい。そうだから、ただのねストレートの耳かきもね、そう高さが出ないからあまり好きじゃないけど。今髪はどこまであるの？ここまである。じゃあ終わります、配信。そうそう、手が痛いので手が痛いので、トゥットゥン。13位シエリちゃん、12位シータン、11位ノリックさん、10位タカさん、9位ヒロさん、8位桜本さん、7位何や神尾さん。待って、全部読んでた今私。なんか読めてないとこあった。6位きなこ、5位しょうちゃん、4位でがらしさん、3位赤花のソルティさん、
1番目がさん、1うちゃん、ありがとうございます。寺田さんとご飯行く約束してない、してない。この前すんごいひなちゃんにね LINE しようか迷ったことあったんだけどやめた。ご飯の話じゃないよ、ご飯行こうの話じゃなくて普通に。ギフト見ます。手がらしさん、しょうちゃん、かきっちょさん、あやすZ271さん、千葉メガさん、出まかせプリンスさん、たよなんとさん、ありがとうございます。パチパチパチ、ドラゴン Z ありがとうございます。ギフトありがとうございます。皆さん見てくれてありがとうございました。ではまた明日、明日は僕の体育館です。言ってたよって伝えちゃったよね。早っ、言ってない、言ってない時から伝えてくれたんだ。まあ思ってはいたからいいけどね。バイバイみんな、波動の B の応援よろしくね。また明日。